はい、えー、2023年の12月4日、収録分でございます。あれほう、えっと、配信はいつですか配信は12月8日、金曜日でございます。あ、もうすぐじゃないですか。よろしくお願いいします。いきなり始まったね。なねねー年の瀬、ざついてますね。何,何、何いえ、いつもちょっとね、ここ、始まる前にね。いえ、1月10分ぐらい、ほら、始まる前に、何とって、なんかこう、どうでもいい話してるんだけど、まあ、ずっとどうでもいい話でもあるけどね。あ、の学生時代の始まってからそうよ。 いい <laughs> いやいやいやや年半もやらただらまあ言わせていただきますと<何>そのどうでもいい話もご好評いただいてましてね、うん、あはいう,うありがたいことですね <laughs> あのこ、ー、れ<に>だんだん分かってきたんだけど、うん、ご好評いただいてるって言ってたらなんか喜ぶと思ってるでしょうん <laughs> <laughs> 人なんてのおだ <laughs> ってればいいんでしょ僕そうやって生きてきましたけどえ いいいいいとってこじゃなですかやいやいや私そう思ってますけど違うんですかいやいやもうやめんなよって話なんだよねあそうそういうふうに取られちゃってたいやいやいやまあいいんだけどさでもね聞いてこの雑談の方がいいと思ってる人は後ろの話は聞いてないし真面目な話がいいと思ってる人は雑談うっとうしいと思ってるっていうこの辺のデコボコはあるっていうことはまああるんだよああまずさこの僕の会それでいいじゃない なんか、この間もちらっと感想を読んだったら。たくさんいただいてますよ、前イありがとうございます。ありがとうございます。でも、その、なんかこう、いらない話が多いですね、みたいな。そのまだコンセプトを理解していただいて。知らないのよ。お前のコンセプトまだ、こう。違う、あなたのコンセプト提示していただいてないんだあ雑談でいこうよ。そう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 。この、みんなカチッと話してる回とは。それはあるね。ちょっと違うんですよ、と。あ、ね。あなたがこう、 ポンポンと話題振ったのに僕が喋ってるおしゃべりを基本としたニュースをお届けする。そうそうよくあの話の腰を折らないでくださいって言われるんだけどさ、折るためにいるから俺。<laughs> けだから、この同じ番組の中に週に1回、なんか今ね、送り込まれてる状況なので、ええノイね、コンセプトがもう全く伝わってないわけですよ。だから、こんなに長くやってんの。んんのコンセプトとかさ、シャラップですよ。 <え><何>どうだっていいじゃないんなことはさコンセプトとかじゃなくて聞いたときにあ面白いって思ってもらえるのが一番大事でしょくだらないんだよコンセプトとかさ<あ>朝新聞とかそんなことばっか考えててさあれ会議ばっかりずっとやっててさ全然話を進まないでさ手動かせばかやろパーパス批判ですかいやいやパーパスは素晴らしい <laughs> 繋がればなんだっけ見えてくる <laughs> あ<ー>そう誰も知らないからそれそんなことないですけもうね皆さんでね毎日毎日 えっとだからか最初は初期は自己紹介もするな、うん、みたいなコンセプトだったんですよ。<laughs> そういえばそうだったね。俺はそういえばそうだった。名前を言わせなかったもんね。そうだよ。はい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 な。もうそのコンセプトさえブレてるしもう。大事よ、このパッケージ、自分が持ってるほど自分のパッケージは届いてないわけよ。その自覚ありますかもう おぉ。おぉ。すずぱっけい。あなたの頭を伝えるには、もうちょっとね、わかりやすく、はい。物事を整理してお伝えしなくちゃいけないんです。じゃあ、や、なんか、えらい、積極的に。じゃよ楽しくやろうよ。いやいや、なんか、ずいぶん今日は、なんか、スーツも着ちゃって、ビシッとこう、ネクタイも締めてさ、なんか、まあ、地味なスーツ。ついに、地味なスーツ。ダブルスてのラジオだよ壊れかけか 何て言った今。壊したてったおろしたての壊れかけ。徳永英明さんね。いいですね、徳永さんね。壊れかけの。なるほど。まあいいんだよ、そういうこと。レディオなんだよね。はい。ラジオでもない、ラディオでもない、レディオ。あ、ラディオだっけレディオだっけまあ、それではい。はい。あ、12月ですね。それでビシッとしてんなって。 そう、あの、ほら、なんか、なんだっけ、まあまっちゃん、浜ちゃんで言うと、まっちゃんじゃないですか、たあね、今ね、ただまさん来た。なんなんだよ、遅刻してきて、本当これ、このままやんのやるやる。いいよ、入って。入ってください。はい、というわけでね、ただまさんが来ました。でも。うっ、ありました。つないでるんだね。遅りましたね。10分くれですよ、あなた。すいません、すいません。 いいんですまあなんかほら電話もねある変な電話が来ちゃってはい変な電話ねご無沙汰してますご無沙汰してますあよねそうだよね何年ぶりあんたがだって北京に行くもっと前で中国に行く前だねもうだ5年以上前だと5年じゃない俺7年中国あだからそうだからそのぐらいだよね8年か9年ぐらい子供が生まれた直後とか言ってた直後ぐらいだからうんじゃあ9年ぶりだねそう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 9年ぶりですそれ何であった 会社であった。たまたま一回飲みに行ったよ。いや違う、西村とさ、三人でご飯食べたじゃん。行った行った。なんかワインかなんか飲んだよね。いや違う、中華屋だよ。あれ適当だな。え西村、西村浩二そうそう、浩次。あの、シンガポール行った。そうそうそう。はい、今大阪にいるね。そう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 。そう。みんな同期ですね。はい。はい。でもそのちっちゃい頃じゃないあの、入ったばっかの頃とかなんか付き合あの一年目こ俺はね、もう忘れもしませんよ。何あの、 え何ただまさんは初任地横浜なんです。<laughs> そうよ。で、僕と西村君は静岡なんです。隣じゃん。隣県やん。隣で、うん、あのね、8月、お盆、<laughs> 高校野球が夏あるじゃないですか。あるある。で、それが終わった頃に、今もやってんのかなあのね、清水。当時、 今、静岡市ね。清水市ね、とにかく合併、はい、翌年合併して、2000年の8月に、毎年やってたんだけど、少年少女草サッカー大会っていう、これ、朝日新聞主催の <laughs>、ね。やっぱサッカー、本場ですから。そう。エスパートあの、あれよ、小野、まあ、こないだ、ほら、引退された、あ<ー>小野信二も、はい、高原直康も、<ー>あそこ、これ出たの そこから出たって,言ってあれなんもう要するに清水のサッカー少年って全員出てるから偉いもんやねそうで全国から集まるんだけどんかね選抜選手権じゃなくてとにかくね<あ>なるべく多く試合をやってもらうっていうコンセプトなわけだからぜあの清水市内の各地でもう何試合かやるわけですよ、うん、でそれに記者をちりばめてっていうか、まあ、あの各会場に、まあ、主催者なんで、うん、その ね、記者足りないって言うんで、ただまさんが応援しに来てくれた。横浜から横浜のか,か忙しいわ。一年生記者の。どうやったってよ。こんなことで人集めてたってすごい時代だよね。<laughs> <laughs> <laughs> すごいそんなことって言うなよ。<laughs> <laughs> でも今そんなにやってないじゃん、きっと。やんないだろう。ああ、やってね。てもその大会やってんのかどうかもある。ああ、あれでも思い出した思い出した。なんか結構いい球場、なんだっけ清水さエスパルスのあの、ホームスタジアム使ってやったよね。ああ、ドリームプラザんあ、それは。 あれだ違うわ。なんとかスタジアムね、すごいいいとこ行ったの。日本平スタジアム。ああ、そうそう、日本平よく聞くム。そう<ー>そうそうそう。サッカー専用の。そう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 。あ,あったね、うんあ。あるある、あのその,時のなんかあの終わった後のなんのお疲れ様会かなんかの居酒屋で撮った写真があるわ。本当そ,うそ,うそれない ほ、うん何あるってアルバムかなんかに整理してんのいや、なんかぐちゃぐちゃになってる中にある。や、なんか写真開いてあるよ、あれ <laughs> かに多分ね、ただまさんにとっては、その、ね、まあ、忙しいじゃないですか、横浜の1年生どうやったって忙しいよな。え一番忙しいぐらいじゃないのそう、あれ、本当に大変なことなったらね。初任地、横浜って結構嫌、ね、だね。横浜、千葉、埼玉やだよね。そ<う>ね行きたくない。で、こう、<laughs> なんかよく、まあ、横浜から、 あの、静岡で事件起こした人が、あの、箱根に、なんかこう、遺体とか吸いに行くのね。うん、いいか山に。気をつけて喋ってたのに、そのままやった。いやいや、俺栃木だったからさ、東京のやつがだいたいすぐ来るんだよね、カラスとか一番まりしちゃった。死体遺棄事件を。よくないやあなのね。それが、その、うん。あの、そこから見つかると神奈川の事件になるんですけど、遺体から見つかると神奈川の事件になるし、でも殺人を追ってたら静岡の事件になるし、はいはい。その、県境でね、そう、かなり、 事件がねどっちのもんだみたいなのあるんですけどよく静岡からご迷惑をおかけしてた記憶があってその度に田山さんから連絡もらうっていうのが1年生大変だな忙しいなと思ってたんですそうこっちなんてもう優雅なもんですサッカーの取材はいやいやその清涼剤みたいなもんじゃないですか一服のねそういいねいいでしょだから生き生きしてたね何 あ、う、なんか変なこと言ってないよね、私、その時知らない。いや、なんか変なことしか言ってませんよ。いや、今、なんか変なことバっルらされるたと思って、ビビってたんだけど。あ、ないならいいないよ。ないよ。あなた、へ、まあ、変なっていうかさ、ずっと基本的に。一定え一定で。一定じゃなくて、ずっとスタンダードで外れてるじゃない本当に変わらないよ。それがスタンダードなんだから。あ、いいたね、あったね、あったでしょうんうんうん。もう、一年目から全く変わらないよね。 何んのっていうこのこの手つきとかさそうかね懐かしいですね懐かしいですねなんで横浜行ったのは行けって言われたんでじゃあんで静岡行ったの知らない俺見誰も知らないだろ初任どこにするかに対する 戦略性のなさって。確かにあれってなんか親ガチャに近いものがあるよね。そうだよね。結構記者人生変わるじゃないですか。や変わるか、めっちゃ変わるよね。初任地が北海道なのか、北関東なのか。変わる、変わるかな。変わるんじゃないでもまあ結局記者上がっちゃったら一緒記者感とか人生感がちょっと変わるかもね。あ、そう。何あんた次どこだっけ新潟。あ、最初が新潟だったら新潟ったと思う。いいえ、順番は。 静岡。だから僕は2か所目に、猛烈に、あの東京近辺を希望したんです。なんでえなんで事件がないから、僕、1か所目、ほぼ事件屋さんだったんですよ。東京近辺は事件がないということ違う違う違う、めっちゃある。そこに来ないと、あの、すいませんね、今ね、ちょっとね、聞いてる方、ちょっと長くなる、あんま短くやりますけど、あの昔は、今もそうか、2か所、5年。 ぐらいいを平均してて、まあ、どっっかの本社に上がってくるというルールーで例えば1箇所目、有感隊、はいはい、有観がある地域だと、2箇所目は有感がないところ。まあ、おおむね人口の多いところですね。<う>うん、で、統合版というね、長官だけが配ってる地域が1箇所目だと、2箇所目、まあまあ、その、静かな朝夕感セットの忙しいところ。うんうん、で、まあ、あ朝日新聞、全国紙なんですけど、まあ、東京近辺、例えば千葉。 埼玉、神奈川、横浜も含む神奈川みたいなところが、部数もたくさん出てて、記者もいっぱいあって、事件事故もいっぱいあるので、その目立つわけですよ、活躍が。ああ、そう思ってたんだ。思ってた。思ってたとか言われてた。あそう。時の BB に。騙されてたんそれはね。目立っちゃしねえ、そんな。ただ手駒として使われるだけだからね。まあそうなんだけど、でもさ、こう。 あのよく言われてたんだけど、はあ、僕は一箇所目、結構長くて、あのー、今言った西村君がね、3年丸3でいなくなった後に、うん、かなり君っていうのが来たんだけど、おいおいまだいたのよ、僕。あ、あんた、そんなにいたのえ、そうなんだ一緒に出なかったんだ。で、長いなーと思って、長いなーと思ってた時に言われたのが、胸腰しいかと。ね、っ BB ってこの10年目ぐらいの人に言われたんだけど、胸腰、うん、しいかと。一箇所目の君の数君はよく頑張ったと思うけど、うん 誰も見てないと。うん、まあそうだね。君の一箇所目の活躍なんかもう完全リセットだから二箇所目頑張れと。ただ残念なことに君の二箇所目の任期はかなり短い。そうなのね。<laughs> <laughs> ええと思って。うんうん、だから、えそのちょっとでもなんかこう、まあね、ほな、なんて言ったらいいの他人の不幸で飯食ってるじゃないですか。うんはい、我々。何かがバあって大きい事件、事故があると あれやったんですねみたいな話になるじゃないですか。<laughs> うん、なんないか。うんまあ当時、そういう僕はそういうい考え方だったの。うんね、だからそういき、だから忙しいところに行かせてくれと言ったんだけど、うん新潟になったんです。それ面白いね。そういうの聞いてもらえないんだね。<laughs> でも、全く聞いとこって言ったってさ、でも、なんて言うの最初が静岡だから、はい。だから必然的に僕は えと統合版地域だったんです、うん、だって東京だったらもう東北か新潟か長野かしかぐらいかない、ねうん、だからそこを抗おうとしたんだけど全然失敗したあげくああだから本当は何だから千葉とかそういうところに行きたかったってことそう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 ああなるほどそうしあげくどうやって自分が決まったのか後年ね何年も後に検証したところ、うん、あの月に1回か3ヶ月に1回ぐらいあの東京本社に、うん、あの各総局長が集まる総局長会議っていう その時に当時の静岡総局長と新潟総局長が隣にたまたま座ってて、うん、でこの新潟の総局長が「なんかいい人いませんかねそろそろうち人事で人出さないといけない誰かもらわないといけないんだけどうん、うん、いいのいるよ」とかって言って <laughs> <laughs> そんなことで決まったんだよあまあまあなんかそういうことよくあるらしいよそんなことで決まったというのは何年も後に聞かされるんだけど。 なんか自分が抗ったね時間返してほしかったねやっぱりね。あんたあんたそんなになんかやる気満々だったのね。俺ずっと今もやる気満々だ。何そのこ明み落ちって感じがしない。こうみ落じゃないよ。こうやっぱりさ我々あの何？いややい言ってどうぞ。腹立つ。また腰折ったっていう。いいやいやその我々ほらやっぱりあの記者として。はい。 記事書くんだけど、まあ今ほらあなたも自分のやりたいことをバーっと書けるじゃないですか。まあさすがにアラフィフになって書けなかった。ぼーかしてると思うけど。いやいやでも違う違う。ただまさんでも範囲はあるけど、あんまり関係なく書けるじゃない。コラム持ってるしさ。ああそのそのポジションに行くまでは自分の取材範囲っていうのがあるでしょう。ああもちろんです。地域もあるしテーマもある。そりゃそうだね。で、もっと言うと。 時の運あるよ、ね、事件がないとかね、生活<う>がないとかね,ね。よくね、この記者がいるところには何も起きないっていう、あ,うん、あのお守りみたいな記者いるじゃないですか。みんなありがとうって思うんだけど、この思う記者からすると、うん、なんで俺が来たときだけ、なこのなああ、ね、天変地異が起きやすいこの地域にあって、<laughs> ってうん、平和に過ごせてしまったんだろうみたいな方、いるじゃないですか、うんお。ありがとうってみんな思ってるのかね。 なんか、基本的にさ、全然関係ないはずなのに、そいつが無能ぐらいに思われてない事件運ないとかっていう。いや、だから我々の家業そうなんだけど、一般的には、お前の時何にも起きねえなってこと悪口だよね、あれね。そう。そうなんだ。そうだよ。何でしょでも私そうだよ。私何にも当たってないよ。あ、そう何にも当たってない。横浜ってのはさ、そういう問題じゃないだろもん。いや、でも数が起きるだけで。あ、でかい事件。あの、宇都宮のあの、ジュエリー店のあれあったよねとか、 でもあんた、苦手に何もなかったでしょいい、ね、中越地震があったんだけ<ー>だから僕は政治部に来れたんです。どこから<や><れ>関係ないだろめちゃめちゃ関係ある。何何なんか突然景色ば見出してくるめちゃめちゃ関係ある。だからいや、この話の結論はそれなんだけど、<laughs> はあ、その何かとぶちあ,あの、世の中のなんか事件事故とか災害とかでもな、あれなんだけど、もう本当に僕らのダメなとこね、うん、ダメな前提で聞いてほしいんだけど、はい、なんかそういうところに巡り合わせた、 記者は目立つのよその瞬間あまあそれはね署名とか入ってね、うん、一面トップとかにね書<う>けやんねでそこで何か書いてるとあここにこんな人いるんだっていう認識をされるわけうんよく紙面で名前よく見ますなんて、ね、そう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 もうそれだけの話なんだよ、うんはあでもそれにどんだけ実力があってもそこに出会わなかったら発掘型調査報道もありますよ うん、でもさなかなかやっぱり4年目5年目でさ難しいところもあるじゃないですか、うん、でわれわれデジタル時代じゃないかったからもう全部紙面勝負でね、うん、地方版の紙面勝負だけでしょ、うん、じゃあそれはさそのなん恵まれなく恵まれないというか要するにそのチャンスをつかむっていうか今日調子悪いよねその話 <laughs> グダグダグダ喋っちゃってさ <laughs> スパッと行けよスパッと何<が>結局んで新潟から政治部行ったんだよ 地震が起きて、いろいろ書いたんです。僕はね、それを政治部長かなんか見てたってことそう。現場にいたってこと僕はね、県庁キャップだったんですよ。で、あのね、いいこの、これ、泉田知事っていうのが、就任して1週間ぐらいだったんで、2004年のね、10月の末だったんですけど。 で僕は県庁キャップだったんだけど、うん、地震揺れてあの、ね、その日ね、加藤千尋さんって知ってるああ、中国の。はいはい。あの報道ステーションに。小さま、小さまって言われてたね。もうもうもう出てる時の加藤さんが、報道ステーションの集いっていうので、出たの、うんいやいや。めちゃくちゃ人気あったよね。ねもう会場満杯です。すごいんで。400、<ー>500人の会場満杯。はいはい、でそこに あの川河あ、河野恵子アナウンサー。河野恵子アナウンサーあ、河野恵子また富士違う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 。河野明子アナウンサー。あの、ああの報道ステーションの、そう。あ,<ー>あの、古舘さんを真ん中にして、うんうん、両脇がで、こっちの、あの今、井端 WBC 監督の奥様ですよ。うーん。ね <laughs> なんかノイズ入っちゃったこの二人が来たの新潟来たので僕は当時から中国志望だったからそうなんだ大大チャンスじゃないですかまあほんと結構うのめ高のめだったんだねねいやいやまあまあいいじゃないの若い頃って山マッキんン加藤さんと会わないでしょだってこの会社いたってそりゃそうだね加藤千尋来るとああ りゃゃななんんんかか喋たたいじゃん菅沼さんじ菅さくてよかったね別にさ、自分がそこから中国行こうなんて思ってないよ。<laughs> うん、でもさ、なんかこう、喋っときちゃいたいじゃん、やっぱりさ。うん、まあ、そりゃそうだね。だって、ね、先輩やね誰もが見てた中国屋さんですよ。そこの隣に、女子アナですよ、もう毎日テレビで見てる <laughs> <laughs>、はあ、行くでしょ、これね。あんま行けばいいじゃん。 でこの取材、あの写真付き30行で誰かやれって言われたわけですから、総局長に、やりますと、日曜日だけど、その打ち上げ出させてくださいって言って。やっぱ、光明心確かに高いよな。え何なのいや、それで、やっぱり行ったわけ。それはもうさ、総局長がセットして、お寿司屋さんかなんかだったんだけど、いや、これはいいなと思って。 であの序盤からずっと僕は喋ってたんだけど、うん、一回加藤さんに「いやあの船越君ちょっと喋りすぎだから」「おとなしく」って言って <laughs> 悪印象与えちゃった <laughs> やっっちゃったうるせいやつだなとねっで濱野さんがねなんかあのお手洗いかなんか行かれた時に、うんうん、ぐわーって揺れたのあそれが自信なんだ<ー>そううーわーって揺れて土曜日だったわうーわーって揺れて で、僕はね、瞬間的にピンチだと思ったんだけど、あの、この楽しい、僕にとって、この人生最上の時間が。そんなに楽しかったのえ、楽し、楽しいじゃん、だって。ああ、そう。ミーハーだから。いつも毎日テレビで見てる人、僕の目の前で、なんで座ってると。ああ。この、全然共感できてないけど、まあそうなんだな。え、なんでいいよ、いいよ、いいよ、いいよ。で、いや、それで、 自信起きた。加藤さんが、え、大丈夫なのとかって言うから、大丈夫これ多分、あの、当時別にスマホとかないからさ、これ多分東京ですとかって、東京だったらもっと危ないんだけど、大丈夫です、大丈夫ですとかって言って、続けましょうとかって続けてたんだけど、で、河野さん戻られて、で、喋ってたら、15分後にもう一回揺れたのよ。うん。あの、それで新幹線脱線したんだああ、あれだ。で、いよいよさ、加藤さんに、君戻りなさいって言われて。そりゃそうだよ。 こんなやどう考えたってさ、こんなやろうと思って。県政キャップで一番戻る。新潟も何震度5とかだったの震度五だったね。四か五だったから、あれだね、山越村とかだっけそうです、そうです。山越が。でも七とかだったんじゃなかったっけ新。山越は七。新潟市内が四とか五とかだったんですけど。ああ、大事なんだよ。で、総局に戻、戻りながらね、車で戻りながら、僕はもう、県庁キャップだったから、県庁に生かされることが目に見えてたんですけど。 これはもう、現場だろ。ラジオつけたらさ、中越だっていうことが分かったんで、これは現場だと思って。戻れよ。キャットいやいや一瞬戻った。一瞬、カメラだけ撮りに戻って、デスクに、ああ、船越、系ぐらいの時に、現場行きますと言って、もう、半無視して。お前も変わんねえな、ほんとにな。そう。それで、ね、6時過ぎから向かって、 つい、長岡に着いたのがもうね、11時前でした。もう大渋滞。えー、まあそうだろうね。そう。うん、で、着いたら、まあ長岡に当時ね、あの、関根くんとかっていうのがいたんだけど、うん、もうさ、病院のルポとかすごいいい取材してて、うん、仕事なかった <laughs>。このまま山越に行くぞと思って、うん、山越に行ったんです、僕は。向かったんですけど。いい 途中ね、山、山、こっから山越に入っていくっていう参道があるんですけど、ここでなんかもう、足止めされてて、警察の方がね、こっから先、もう土砂崩れてるんで、危ないですって言うから、いや、僕は行きますと、歩いてでも行きますと、ね、ほっといてくださいって言って、お前死ぬぞって言われて、車を降りて歩いていったら、400メートルぐらい、もうほんとね、もう目の前がもう土砂だった。いもう行けない。あ、これは死ぬわ、と思って で諦めたんだけど、うん、<laughs> だその日はだからおじやかなんかの市役所の駐車場かなんかに寝たんだけど、うん、そこがねあれだったんですよ次の日えー、っと皆川雄太君とかの、うん、えっと車でね土砂崩れで車が下敷きになってたんだけど、うん、えっとご家族一家の方がでもお子さんだけあの生きてて、うん、っていう救出をやってる作業、うん、あそうだから それはね本当にねまあもちろん夜夜中で真っ暗で気づきようもなかったんだけど、うん、なんかいろいろ思いましたよその時にあい近く近かったってことか近かったけど全然自分じゃ真っ暗だからね助けられないけどでもまあもし声が聞こえてたらとかさいろいろ考えることあるじゃないあ救出されたの何日曜だっけ次の日イオンいやいやいやもっともっと限られたったんでうん、そう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 あ,、うん、あの時現場にいたの誰だっけええっと僕 え何あ,のあの子が救出された時あの現場には行ってないもうその対,対岸の望遠カメラかなんかでみんな撮っててあ,あ,あの現場には近づけなかったあ<ー>そうだわな、うん、そう二次災害あるもん、ね、だから結局、えー、と市役所のテレビかなんかで見てたんですけど<ー>でよ,うよかったわよかったって言って、うん、ね、うん、まあそ,そんな取材をしてたら、うん、ですから おいいかげんにしろって言われてお前何日いるつもりだっそんなクラブどうなってんの県庁どうなってんの東山デスクが東山君って東山さん東あの科学東が東が僕のと一緒にいたんですよ僕県庁キャップだったんだけどいてくれて東が僕に任せてくださいってあの調子で何でもやりますからとか言ったら彼やってみてもらえます そうななんんだよで怒られいやいや、お前の本文、そこじゃねえだろまあ、でもそうだよな、普段から県庁回ってんだから、ここで取れるとこなんてもあるんじゃないのまあまあ、そうなんだけどさ。つまんなそうな顔してたよ。新潟県も。でも追い返されて、でも応援、もう本当に、なんか、現場じゃないじゃないですか、自信の。だからなんかこう、わーとか、もう、いやいや、組織ジャーナリズムだから、そこは役割分担でしょ 現場はだって行ってみれば誰でもできるっていう言い方もできるよでもねそこにね富山から応援に来てくれた若手がいて、うんえー、角畑雄介さんあおそうなんだお<ー> <laughs> 任せとけいね今もう日本を代表する冒険家ですよ <laughs> そうだ、ね 角畑さんも県庁の応援で来たんですよ。え、そうなのもったいね,ねこの、血気盛んな僕より、はるかにノウハウを持っている、角畑記者を県庁の応援で出しているこの会社の記者の応援要するに断続的に続く記者会見をカバーしまする。そうですよ。<ー>毎日毎日やってる<処>理 <laughs>。つまんないな、つまんないな、とか、ね。それはどうしようもないな、って、ここに何があんのとかって言って,言ってたときに、東京社会部から、 公園に来てくれた池田敦彦さんっていうのがね今当番秘書とかやってるかな。うん、池田さんがねもう一,一晩かけてね僕らを説得してくれた夜があって、うんうん、いかに大事かとこの行政の仕事が腐る <laughs> <laughs> なと。あ<の>であ僕はそれ結構胸打たれて、うん、なるほどと。そっから頑張って、うん、なんかいろいろその。 こういうこういう保証政策を用意してもらって宝くじを発行することが決まりましたとかなんかそういう地域ではちょっとした話だけどやっぱり物事が大きいから何でも一面に行くわけですよで当時ほら何か地方のね若手が一面書くなんてほぼないじゃないですかまあそうだねそうだからこの話がつながってくるんだけど僕は地震で目立ったんですよかったねそう えいやいやでででそれが何,何かこう何具体的なさ何かこうそれでな誰かに何か言われたとかそういうのがいやだから何部行きたいってあの、うん、もう12月とか1月だったからあ直前だったはいだからへ選択権あったよあ,、うん、あそうよかったねよかった うん、よかったかよくないかの話してないんだよ、そういうシステムだったっていう話をしてる<え>いやだって、ずっと政治部に来たかった。いやいや、全然、全然、全然。なんで政治部に来たかったの、うん、確かにね。うん、時の、まあ、あんまりあれなんだけど、時の総局長が経済部の人だったんですよ、えーうん、後に経済部長になるんだけど、えー、経済部どうだっていうわけ。うん、うん いややだなと思ったの。お前今経済もいいんだけどな。<laughs> そうああめぐりめぐってね。いやいやなんかなんかこう引っ張られてる感がいやだったのよ。ああまあね。なんかこうお俺のアシストで、うん、いそれがでも一番多いって言うよ。総局長のこう筋のあるところにで。いかにもじゃないですか。うん、その引きがね。で当時の経済部長が僕の初任地のあの総局長だったんですよ。そんなことあるんだね。ね。 もうさ分かりやすすぎるじゃないですかだからちょっとすいません僕ちょっと分かりやすすぎてあの乗れませんと偉そうにねでデスクがね社会部の事件バターの人だったんだけどどうだった社会部そっち受けてんの聞いてたんだろうね端っこでねどうだいい俺が押したらもういけるぞ同じ構図じゃないですかうんやんとかって言ってたらまあ政治部の 政治部手挙げたら押してやるぞみたいなことがあったんで何のゆかりも縁もなかったんで、えー、あのやってみようかなやってみ言うかなってうほら人数少ないんじゃないですか政治部って、うん、でつまんなかったらなんかこうパッと他のとこ他のとこの間口が広いように感じてたんだけど、うん、例えば社会部とかねいやまあ僕は基本的にこのあらゆる取材の原則は社会部記者だと思ってるから今もね、うん、だからもし政治部の肌合わなかったら 社会部に入れてもらおうみたいな,その,なその逆が難しそうじゃないまあそうだねそうでしょ、うん、だから飛び込んだんですけど、うん、結局社会部にだけ入れてもらってないです僕ねいろんな部を経験したんだけど <laughs> 確かに <laughs> そうそうだねそうなのよこの本社に来て分かりましたこのせ、えーえー、政治と社会が、はい なんか結構いやいや昔ほどじゃないんだけどまあそうだねなんかさそう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 今やねまあうそうなんですなうほどそうそうそたかっそわけじゃなくて中国には行きたかったずっと僕はうそ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 うなんでうそうそなんでそんで？うそうそてそう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 さうそ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 う えっ北京では最初、上海だけどね。上海か中国にってきたとき。だって留学行ってるじゃん、その前に。知らない。知らなくない。あなたに知らない。でもさ、船越しといえば中国に興味を持ってるやつだなんて全く思ってないよね。開拳してないからなんといってもやっぱね、お笑い好きぐらいのイメージだよあんまそこにあなたにしないんだけなさ。何でんでんで中国あ、もともと高校生の時な何かあったとかさ。いや、だから大学の初めて、 二十歳になった時に僕は飛行機も乗ったことなかったから嫌だなと思ってあの自分で飛行機乗ってみたいなと思って何それ飛行機ぐらい乗ってるきゃ一人前じゃないとあなかったそういうのあった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 よねほらほら別にないよそんなのいやあのねよくあるじゃん雲の上から見る景色をテレビで見るんだけど自分で見たことなかったわけようん いやこれはやだなと思うっ雲の上から鳥のようにさ見てみたいじゃん第一。ってんの笑てるけど鳥のようにね。そ<う><え>だから二十歳の時に旅行店今みたいにネットでほら買えないからさ、うん、旅行販売,販売チケット屋さん行って、うん、旅行代理店行って一番安いチケットどこですかって聞いたら上海が3万8000円ですって言うからあそう5万円も 3万8000円のチケットを買いに行ったんですそれで中国行ったの大学1年生かなんかの終わりの時に全くこれ記事に書いたんだから読んでよこのやだよ今年の5月に書いたのよ今年の5月かああのね感動的なやつにね書いてあったけどなこと読んでよそこまでは書いてないよ書いてないんじゃねえかで1ヶ月ぐらいビピザでね回ったんだけど まあそこで自分全くあの第二外国語中国語だったんだけど全く話せなかったからもう本当に情けないなと思ってそこから改心したわけです。で勉強してたの勉,勉強してないけど、うん、まあ大学で勉強してないけど,どでも自分なりには勉強したしあこれは将来ねあ面白いなとも思ったわけ。うん、やっぱり大陸で島を、うん、島国を出て大陸で物を見るって結構刺激的だなと思って、うん、でまあ 中国で一回仕事してみたいなっていうことです。えー、割と繋がってるでしょ動機がね。えー、そう。だから一年生の時から書いてたよ。 中国絡みの話を近々、近々、志望として。将来の志望で。はいはいはい。あとなんか、調べたら、三年目か四年目で留学してる人いたから。はいなんとかあの、リスナーさんの役に立つ話、何にもしてないんだ大丈夫かな。もう四十分経ってんだけどさ。政治資金収支報告書持ってきたよね、けどね。そうそう、今日はそのてよ。今日はその話で。してよ。もういいいいよ、いいよ。やろうよ。ごめんね。いやいや違う。こっちも聞いたら、確かにそうだよ。そうだよ。 最後まで聞いていただきましてありがとうございました。よろしければですね。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。朝日新聞の神田泰樹でした。